私は冴えない女、田中靖子。どこへ行ってもミスだのデブだの言われて、もう外に出る気が起きない。最近の楽しみは、自分より可愛い人に暗示をすること。タナナコ動画上げてんじゃん。マジうざいんだけど、あいつ。高校生の時に私をいじめていた幼馴染のナナコは、最近ネットで大人気。私をいじめてきたやつが人気になってる。許せない。マジ気に食わない。私みたいなブスがいるから綺麗に見えてるだけでしょ。もっと感謝してほしいんだけど。あー、不幸になってくんないかな。見てるだけでイライラすんだよね。なんでこいつが人気あんの。続いてのニュースです。人気アーティストのゆこさんが昨日未明亡くなったことが分かりました。数ヶ月誹謗中傷に悩まされていたとのことです。え、アンチで？てかそんなん言われる方も問題でしょ。私何も悪くないし。またななこ動画上げてんじゃん。嘘？てか私も加工すれば有名になれるんじゃね。よし、加工して投稿してみよう。あれ、この動画伸びてる。もしかしたら私もいけるんじゃない。またフォロワー増えてる。最高。そんな夢みたいな日が続くと思っていた。今日の動画どうかな。私だけいつもこんな目に遭わなきゃいけないの。おはよう。来たんだけど、やばくない？手触りなんだけど、ちょっと帰れよ。邪魔。何してんの？本当迷惑なんだけど。もうあの日には戻りたくない。コメント。私がこいつらに何したっていうの。え、ナナコ活動休止？私がアンチしちゃったからかな。批判の言葉ってこんなに辛いんだ。こんなに傷つくんだ。きっとナナコは私が送った言葉でも苦しんでたよね。ナナコ、ごめん。アンチコメントがだんだん目立つようになり、私は動画投稿をやめた。言葉ってこんなに人を傷つけるんだって改めて分かった。気づいてからじゃ遅い。私もこれからまた気をつけて生きていこう。もしかして私が…ねえ、なんてやった。もしかして私がアンチしちゃったからか。アンチ…アンチ…みん
な、久々ゴリミです。今日も動画見てくれて本当にありがとうね。最近ゴリミちゃん出てなくて寂しいって思ってくれる子とかいる？いたらなんかコメントとかしてくれる？じゃあまあ次の動画で会いましょう。バイバイ。マジできた。